柿谷先生あ、いや、なんていうか元気出してくださいそうそう、くよくよするより前に進みましょうよやっちまったもんはやっちまったんだしいや、お前いい方だってそうだろう。俺たちにとっては戦う柿谷先生の姿かっこよかったですそうですよそもそも公開オペのメンバーに抜擢されてること自体すごいんですから リングにすら立てないでくすぶってるやつらもいっぱいいるのに <laughs> そ,んそんな人い,い,いるかなえ<ん>い,いやいるだろう<る>、うん、ととにかく尊敬してます、はあ、みんなありがとう本当に選ばれるべき人が選ばれたって感じでしたねおいやおいなんだよだから、うん、あのー 確か天城先生は黒崎先生の顔を立てるために第一助手を柿谷先生にしただけであってうん誰でも変わらないとは言ってたけどね確かにそうは言ってましたけど実力ないやつは絶対に選ばれないですよ <laughs> 今回だって選ばれた他の人を見ても的確な人選だったじゃないですかああ言いながら実はちゃんと選んでたんですよ柿谷先生オーストラリア行きも任せられてたしそこら辺の先輩とは違って断然尊敬してますよえっ<俺>え,え,え 関川先生聞いてるよ、うん、聞いてるよ他の先輩とは違って <laughs> なるほど、うん、バカ本当のことはオブラートに包むもんならそれも失礼だろうう関川先生だってないつもできないけどできないなりに頑張ってお前が一番失礼だろ